北条氏政。法上宇政は、戦国時代の相模国の戦国大名、武将。あと北条氏の第四代当主。父は北条氏康、母は今川氏地下の娘、随慶院。子に北条氏直など。性質の大媒院は武田信玄の娘で、武田義信や武田勝頼とは、義慶邸にあたる。通称は、新ンで、会員の左兄弟部。 または、相模神も、同様に称した。豪は、雪流祭。宇治安の後を継いで、北条氏の勢力拡大に努め最大半島を築くが、豊臣秀吉が台頭すると、小田原征伐を招き、数ヶ月の牢城の末に降伏して切腹し、あと北条氏による、関東支配は終結した。天文7年、1538年、第3代当主。 北条宇康の次男として生まれる。兄、シンクロが溶接したために生死となり、北条シンクロ政と名乗る。天文二十三年、1554年に、父が、武田信玄、今川義元との間で、交渉、春三国同盟を成立させると、信玄の娘、大梅院を正室に迎えた。夫婦仲は、極めて良好であった。a 6二年。 1559年に父が隠居して、家督を譲られ、北条家の第四代当主となるが、宇治安の存命中は、宇治安、宇治政の両党体制が続いた。家督相続後、宇治政が最初に行った仕事が、北条家所領役長の作成、代替わりの検知とされている。民意を重視し、検知や特性を行うための内政事情によって、 代代わりすることが、北条氏の上等であった。a 禄4年、1561年、上杉謙信が関東、南道の区の諸大名を急護した大軍で、小田原城を包囲する、小田原城の戦い。北条氏は窮地に陥ったが、名友、武田信玄の支援もあり、宇治政は、父主導のもとで牢城戦で対抗し、上杉軍を撃退する。 越後国に撤退した謙信が第四次川中島の戦いで信玄と戦って、甚大な被害を受けると、信玄と交応して、北関東方面に進攻。一進一退の攻防を繰り返しつつ、上杉方に奪われた領土を徐々に奪い返していく。A67 年、1564年の第二次、河野大合戦では、初戦こそ、里見義弘の前に苦戦したが、宇治政は、 北条綱重家と共に、里見軍の背後を攻撃して、勝利を得た。これによって、上佐国に勢力を拡大した上、上佐土家、城主、堺種次らが一時的ながら、宇治政に基準している。同年には、武蔵岩月城主、大田助政の長男、志士を調略して、助政を武蔵国から追い、武蔵国の大半の支配権を確立した。これに対し謙信は、 武蔵羽生城などを拠点として対抗する。A69 年、1566年、謙信を名手としていた上野国の由良成重が宇治政に基準した。これに連動して、佐野正綱、北条高広らも宇治政に基準し、上野国にも勢力を拡大する。さらに、宇治政のいとこで、下宇佐国の古学坊、足利義氏の重臣。 柳田誠介も一時的に宇治政にはしたため、謙信と同盟している、日立国の佐竹義重との直接対立が、顕在化する。佐竹氏に協調する里見氏、佐竹氏の格勝となった大田助政などと、臨戦状況となる。永6 0年、1567年、里見義高、義弘夫氏が、和ず官を目指して進行する。 宇治政はこれを撃退しようと、風佐東部の定山である、三州山、君津市に着陣し、水軍もこの砦と向かい合う佐抜城を伺った。しかし、旧里見配家の国人が、新興軍に内通、三崎水軍の侵攻を持ち退した状況で、吉高に敗退。風佐国の支配権を失った、三船山の戦い。この頃、駿河国の今川氏は、永禄三年。 1560年の桶狭間の戦いで、当主、吉本が内地にして、以降両国の動揺を招いており、武田、今川間の関係も悪化していた。A61 年、1568年12月に、木の江春関係は手切れとなり、信玄による駿河、今川両国への侵攻が開始され、駿河侵攻吉本の着難であり姿勢のいとこかつ議定でもある、今川氏真、ね、 宇治政の妹、早川殿のは没落した。信玄は、北条氏へも今川両国の割情を持ちかけていたが、北条氏は、春将同盟を優先して氏真方に加担し、交渉同盟も破綻する。宇治政は出陣し、去った峠まで進出して、武田軍に対抗し、一旦は、信玄の勢力を追放して、駿河の一部を勢力圏に収めた。さらに、 掛川城に牢城していた氏真を救出するため、武田方から離反した三河国の徳川家康と和議を結び、氏政は氏真を保護した。そして、自分の次男である氏名を氏真の勇士として、駿河領有の正当化を図った。また、信玄に対抗するために宿敵であった上杉謙信に弟の三郎を、後の上杉影虎を、養子、人質として差し出し、 上野国区の支配領域を活上して、同盟を結んでいる、腰同盟。この信玄との関係悪化によって、愛妻、大場院取縁するという悲劇を味わっている。A62 年、1569年9月、薄い峠から侵攻した信玄は、小仏峠,峠の別動隊を合わせて、小田原城を攻撃するが、宇治政は、父と共に牢城して、武田軍を撃退している。この後、 北条氏は、海の国へ引き上げる武田軍の挟み撃ちを試みる。父の代わりに本体を引いた宇治政は、武田軍を追って、弟の北条宇治てる、宇治国等が婦人した、津久井領を見ませ峠、玄愛川町より数里南方奥義の玄安厚木島で進軍。この事態に対し武田軍は、進軍を早めるために小二田を捨ててまで、迅速に帰国を目指していた。 それに比べて追撃が遅延した、宇治政の到着を待つことなく、三瀬峠の宇治てる、宇治国隊は攻撃を開始したため強撃にならなかったほか、津久井城の内藤氏指揮下の予備戦力の津久井伊集が、武田側の加藤単語によって抑えられて、出陣できなかった。武田軍も、北条綱重が指揮する、鉄砲隊の銃撃により、伝軍の浅利信種や浦野茂秀が、 討ち死になどの損害を出したものの、終わってみれば、武田軍に敗北し、海への帰国を許してしまうこととなった、三峠の戦い。その後も信玄が、伊豆、駿河方面に進出するとこれに対抗するが、神原城、深沢城等の駿河諸城が陥落し、後見役であった父が、病気がちになり、戦線を交代。元気元年、1570年には、 駿河国の法上法支配地域は、広告事情及び、寸東南部一帯だけとなり、事実上駿河国は信玄によって併合された。元期二年、1571年10月に、父が病没すると、宇治政は12月に信玄との同盟を復活、公主を同盟、同時に謙信との越相同盟を破棄した。この同盟は、条件の調整不等より、結果的に、 対武田対策として、十分な成果を得られていない胸の不満があった。もともと漁師の戦略感の隔たりがあった上、謙信も越中国の平定の方に力を注くように、なっていた。元気三年、1572年の信玄の三河、織田領国への進行、正常作戦の際には、諸足軽州の大藤秀信、初代、正信や伊豆州筆頭で怪力の持ち主とされる。 清水太郎財門などに専用援軍として、武田軍に参加させ、三方ヶ原の戦いでは、織田、徳川連合軍に勝利している。ただし、この戦いで、大藤秀信が戦死している。交渉同盟復活後、宇治政と謙信の戦いが再び始まり、天正二年、1574年に、謙信が上野国に進出すると、宇治政も出陣し、 利根川で退陣した。しかし、謙信の関心はすでに、越中国に向けられており、決戦には至らなかった。ウルー十一月には、父が、一国に等しい城戸まで称した、柳田聖介の関屋土城を攻め落とし、翌天正三年、1575年には、小山秀綱の下付義温城を攻め落とした。さらに、下佐国の結城春友が強順するなど宇治政の、 勢力は拡大してゆき、上杉派の勢力を関東からほぼ一掃した。天正五年1577年には、和佐国に侵攻し、宿敵、里見義弘との和睦を実現した、某将一は、なおこの戦いにおいて、着難宇治直がウイしている。天正六年1578年に、謙信が死去すると、その後継者をめぐって、謙信の老い、 上杉景勝と宇治政の弟で、謙信の養子、上杉景虎の間で、後継者争いであるお盾の乱が起こった。宇治政はこの時、下野国において、佐竹氏、宇都宮氏と対陣中であったため、5月に景虎援助のために、宇治てる、宇治国らを、越後国に派遣した。8月下旬には、宇治政自身も景虎援助のため、上野国の馬や橋城まで出陣するが、 すぐに、小田原へ引き返している。また、これと同時に同盟者で義弟妹、経輪院伝の夫の武田勝頼にも援軍を依頼した。勝頼は影虎支援のため北信濃に出兵するが、継承は、北進の上杉領や、上野沼田の活情を条件に勝頼と和睦し、故死同盟。勝頼は影虎、継承官を調停し、和睦の成立に至るが、 同年八月の勝頼撤兵中には僕は破綻する。宇治てる、治国には秋に本格的に越後入りを図るも、坂戸城での頑強な抵抗にあって、冬の到来によ、積雪で無念の撤退を強いられる。翌天正七年、1579年に継承が乱を制する形で影虎は自害した。その後、勝頼の妹が継承に突いだ。 影虎の廃死により宇治政は、交渉同盟を破棄し、徳川家康と同盟を結びするがの武田領国を、攻撃する。天正八年、1580年に、勝頼を攻めて、おもすの合戦が起きたが、勝負はつかなかった。上野国では、勝頼の攻勢が続き、上野家や国衆も武田方に転じたため、劣勢に陥っている。このため、同年3月10日には、 石山本願寺を降伏させて勢いづく織田信長に、真珠を申し出ている。8月19日に、宇治直に家督を譲って隠居するが、これは在人中の異例のもので、父に習い北条家の政治、軍事の実権は掌握した。天正十年、1582年2月、織田信長の着手の織田信忠を総大将、織田四天皇の一人である。 滝川和正を軍艦とした軍勢が、公衆征抜に乗り出す。寸津国境間の情報が途絶していたため当初、情報の少なかった宇治政は宇治国に、上の方面から情報収集させた。その後、伊勢国からの船による情報により、織田の武田領国進行を確認すると、これに行使するが国の武田領に進行した。月日に勝頼は、天目山の戦いで、 正室、経理人伝と共に自陣し、甲斐、武田氏は滅亡した。信長は、滝川和増を、上野馬矢場市場に派遣して、関東管令とし、上野西部と信濃国の一部を与え、関東の統治を目論んだ。すでに、北条氏は宇治直に、織田家から姫を迎えて婚姻することを条件にして、織田の分国として、関東一括統治を願い出ていたが、これについて、 信長から明確な回答がなかったため、宇治政は、三島大社に宇治直の関東支配と織田家との婚姻祈願の願望を捧げている。また、和正の仲介により、下付け議論を元城主の小山秀綱に返還する、と、織田氏の関東支配に協力している。宇治政はこの時点での信長の誠意を恐れており、織田氏との友好関係は保たれていた。関東の法条領は、 カズマスの文書では、南方と呼ばれ、重視されている。信長後期によれば、宇治政は、3月26日、4月2日、4月3日と、立て続けに、丹山という人物を使者に、信長に、衆議のための贈り物をしたと伝わる。宇治政は、長年争った武だけを迅速に殲滅させた、信長の軍事力の強大さを認識し、 織田家と友好関係を保つことを絶望していた。宇治政は五百羽の木地を信長へ、げるために、京都へ送っている。また弟の宇治国にが、滝川一ずのもとへ出資している。4月に入ると、佐竹義重、里見義より、他関東の諸勢力、足名森高、小野寺慶道、伊達明聡ら、欧州の諸大名も、信長の代理である一ずに使者を送り、 見継ぎ者をして、て信長政権との接近を図っている。しかし、信長は、北条氏に、好意的な対応を見せず、むしろ刺激するようなことをしていた。また、信長との縁談も、円滑には進まなかったのではないかという見解もある。だが6月2日、京都本能寺において信長が、明智光秀の謀反により死去、本能寺の変死だ。信長の死を知った氏政は、 当初、滝川和正に引き続き協調関係を継続する、旨を通知しているが、宇治政と和正の間には、表面的には友好関係を維持しながらも互いに、不信感が増幅しており、宇治政が深谷に軍勢を差し向けると、和正もこれにこうして、軍勢を差し向ける。数日後には、明白に対立関係となり、両者の間で合戦が勃発する。北条氏は、 上野国の半分を焼酎に収めていたが、信長の進撃によって、それを信長の代行者である数増に譲らざるを得ない状況になっており、上野国を回復しようという意図は強かったと考えられる。宇治政は、宇治直と宇治国に、上野奪取を命じ、5万6000と称する大軍を、上野国に進攻させ、滝川軍と対峙した。北条軍は、滝川軍の3倍の兵力であり、 初戦こそ、先方が打撃を受けたものの、数日後の決戦には対象し、滝川一正を敗走させた、神奈川の戦い。この後、北条軍は敗走する一正を追って、薄い峠から、信濃国に進出し、佐田正幸、木曽義政、諏訪頼忠などを取り込み、徳川康三家康参加として、旧武田兵を集めて決起した、与田の武等を追って、小室城に駐屯し、 信濃東部から中部にかけて占領下に置いた。一方、数正の敗走により、信濃国や上野国と同じく空白地帯と化した、海国に侵攻した家康は、与田信ブを通して、真田正幸を調約し、徳川方の小笠原上件への肩入れなどにより、北条軍と対立した天正寺院後の乱。この一連の騒乱によって、織田家は、海、信濃。 上野を一挙に失うことになり、数正は失脚した。その後、海は神子において宇治直と家康は退陣したが、和神子の戦い、品野国では、真田正幸が離反し、海の国においても、北条氏。ただし、宇治正の弟、北条宇治勝、宇治正の甥いが、黒駒において徳川方の鳥居元太だらに敗北し、海の国の北条領は、軍内地方の領有に留まると、 情勢は不利となった。このため、宇治直と家康の娘、徳姫を結婚させることでは僕した。領土問題は、海、信濃を徳川領、上野国を北条領とすることで合意したが、信濃国の策、小さ型領軍と海の軍内地方の放棄は不利な講和条件だった。しかも家康についた、真田正幸が後に、 上野国の沼田城を北条に明け渡すことを拒んで、上杉氏に寝返り、上田、沼田城にて、徳川、北条と交戦することとなり、これらの懸案が、後の沼田問題さらに、殴るみ事件の伏線となる。同年、上野をめぐり、宇治政と争っていた、上杉影勝が、柴田勝家へ対抗するべく橋場秀吉と同盟する。当時の有力戦国大名のうち、 最も早く、秀吉になびいたのが継承であった。この同盟の際、秀吉は継承に、継承がう治政さに対し、存分があった場合、自分も、北条と絶好するという誓いを立てている。北条と、上杉は、先代、謙信の代から一時期同盟を結びながらも、敵対関係あることが多く、継承は、北条から養子として送られてきた。 上杉景虎と大盾の乱で争った。さらに、継承はかつて謙信が就任したこともある、関東官僚を強く意識しており、北条家には相応の敵意を燃やしており、討伐の意志は強かった。さらに、継承は、同じく藩北条の先方である、佐竹義重や、北関東の国人たちとも結託しており、彼らもまた秀吉に接近して、徳川、 北条連合に対抗することとなった。上杉、佐竹という北条と極めて険悪な関係の勢力と早くから手を結んでいた秀吉は、この時点で反北条の姿勢であったと考えられている。これが小田原征伐、北条滅亡の原因ともなる。天正十一年、1583年に小学坊、足利義氏が死去すると、宇治政は、 関東軍に,により、権力を掌握し、これにより関東の身分秩序の頂点に立った。また、武蔵国の江戸地域、岩月寮の支配を掌握し、利根川水系と日立川水系の支配を確保、これによって流通、交通体系を支配したため、関東の半法常連号は従属化、徹底抗戦の二者択一を迫られる間に立った。この時期に、 同地域の支配を格好たるものにするために、江戸城隠居城として、政務を取る構想があったとも言われているが、実際には宇治政は、以後も小田原に居住しており、具体化には至らなかったとされている。天正13年、1585年、佐竹義重、宇都宮国津奈良が、那須助春、三武義浦を攻めると、宇治政は、那須白と手を結んで、本格的に下野進行を開始し、 ゲ谷国の南半分を支配下に置いた。また、日立南部の江戸崎城の時氏及び、牛久城の岡見氏を支援し、日立南部にも勢力を及ぼした。こうして、北条氏の両国は、相模、伊豆、武蔵、下唄、和佐、上野から日立、下付、駿河の一部に及ぶ二百四十万国。北条氏の所領跡地に入った、家康の慶長三年検地。 大名治行公に基づく推測に達し、最大半島を築き上げた。しかし、明智光秀を討ち、信長の天下統一事業を継承した、豊臣秀吉との対立が待っていた。天正十六年、1588年、秀吉から宇治政、宇治直親子の呪略大行公への列席を求められたが、宇治政はこれを拒否する。京では討伐風文が立ち、 経済再導として、北条氏も臨戦態勢を取るに至るが、徳川家康の起承文により、以下のような説得を受けた。8月に宇治政の弟、北条宇治則が、名城として上落したことで、北条、豊臣間の関係は一時的にではあるが安定する。武州文書によると、この頃、宇治政は、実質的にも隠居をすると宣言している。天正17年。 1589年2月、表情集である、板部岡公設祭が上落し、沼田問題の解決を秀吉に要請した。秀吉は、沼田領の3分の2を、北条側に還付する沼田裁定を行い、6月には12月に、宇治政が上落する、胸の一冊を受け取り、沼田領は7月に北条方に引き渡された。しかし上落について、宇治政は新たに、天正十八年、 1590年の春夏頃の上落を申し入れたが、それを秀吉が拒否したことにより、再び関係が悪化し始める。こうした状況の中の十月、宇治国の家進、井の又国則りによる殴るみ城奪取事件が起きた。秀吉は、家康、影葛らを上落させ、諸大名に対して、天正十八年、1590年春の北条四水等の出陣用意を促した。 また、秀吉は、津田生月、富田一泊を上司として、北条氏に派遣し、殴るみ事件の首謀者を処罰して、即刻上落するよう要求している。これに対して宇治名は、宇治政翼流か国替えの惑説があるため、上落できないことと、家康が侵入した際に朝日姫と婚姻し、大満所を人質とした上で上落する行偶を受けたことに対して、 名ぐるみ事件における北条氏に対する態度との差を挙げ、抑留、国がえがなく心安く上落を遂げられるよう要請した。また、名ぐるみ城脱出事件について、宇治政や宇治直の命令があったわけではなく、真田方の名ぐるみ城主が、北条方に寝返ったことによるもので、すでに名ぐるみ城は、真田方に返還したと弁明している。これが、真に、猪の又の独断であるならば、宇治直。 宇治政の監督不木き届きが招いた結果であり、恩恵派の宇治のと中間派の宇治直、主戦派の宇治政、宇治じてる、うの対立が表面化したと言える。しかし現存している各種書状において、沼田城受領後の宇治政は、自らの上落時期が当初の12月から翌春か、夏にずれたものの、上落に積極的であり、宇治政、宇治直が、 再三にわたり殴るみ城を北条が脱出したわけでないと述べていることを考慮すると、殴るみ城脱出と言われる真の状況は今思っても不明と言わざるを得ない。上落のトンについては、もし宇治政が上落して侵入した場合、秀吉は当然のこと、徳川家康や宿敵上杉継承よりも風下に置かれることとなり、それに宇治政が屈辱感を感じていたのではないかという回がある。 鶴上げによれば、北条側は、同盟を結んでいる徳川より、自分たちの肩が核は上だと認識している節があった。また、北条氏への敵対意識が強い、上杉影勝や佐竹義重、北関東の諸豪族が早くから秀吉と接近していたため、秀吉の方も北条に対して、非協調的、冷淡であったと指摘される。 いまだに上落を引き伸ばす宇治政の姿勢に豪を煮やした、秀吉は、宇治政の上落、出資の拒否を豊臣家への従属拒否であるとみなし、12月23日、諸大名に正式に追悼の陣ブレを発した。これに先立って、寸ン国境間が手切れに及んだことを知った、宇治政、宇治直は、17日には、北条領国内の家臣、多国衆に対して、 小田原への1月15日参陣を命じて、迎撃の体制を整えるに至った。そして、天正18年3月から、各方面から進攻してくる、豊臣軍を迎え撃った。当初は、薄い峠を越えてきた、真田正幸、与田信竹に対して勝利し、スン国境方面でも婦人する豊富方諸将に、威力偵察するな戦意は旺盛であったが、秀吉の沼津着人後には、初戦で、 山中城が落城。4月から約3ヶ月にわたって、小田原城に牢城する。その後、両国内の下田城、松井田城、玉縄城、岩月城、八方城、八王子城、津久井城等の諸城が、次々と落城。22万を数える豊臣軍の前には、集荷適せず、という条件で、北条氏は降伏した。俗にこの際、1月以上にわたり、 北条経過診断の抗戦派と幸福派によって繰り広げられた議論が小田原表情の語源になったと言われているが本来は北条家診断が定期的、おおむねの期間において毎月に言っていた表情を呼ぶものである。しかし秀吉は和睦の条件を破り、宇治政らに切腹を命じ、宇治直らを高野山に追放すると決めた。7月5日 宇治直が自分の命と引き換えにすべての将兵の除名を来い、降伏した。宇治直の衆都である家康も宇治政の除名を来うが、北条氏の討伐を招いた責任者として秀吉は宇治政、宇治テル及び宿老の松田則秀、大道寺正重に切腹を命じた。井い直政の情報では一時は除名されるという見通しもあったが、七月十一日に宇治政と宇治テルは、 切腹した。去年53、静岡県富士市の源立寺に首塚がある。墓所は神奈川県をだわらしないと、同箱根町に存在する。時勢は、ここに、戦国大名としての後北条氏は滅んだ。ただし、家康の親族、婿であった宇治直は除名され、生活費としての淵が与えられていた。さらによく天正19年、 1591年8月には、秀吉により一万国が与えられ、大名としての名跡復活の動きもあったとされるが、同年11月に死亡したため、後北条氏の系統は宇治ノが継承し、宇治直の領地一万国の一部も継承。江戸時代に宇治ノの子、北条氏政が、河内佐山藩主取り、明治維新まで存続した。その他、家康が支配する世の中になった後、 あと、北条氏の縁故となる家がいくつか取り立てられている。後世成立の北条記では、四世の宇治政は愚か者で、老身の松田入道の悪い企みに惑わされ、国政を乱したけれども、まだ父、宇治安くんの部徳のおかげがあって、どうやら無事であったと評されている。同資料で、北条五代の当主の中で、君もつけられていない当主は、宇治政だけである。 これら後世の資料の評価や、後日の二度汁のエピソードなどは、北条家が滅亡した、当時の実質的な支配者が宇治政であったことから、家を滅ぼした当主という、結果論からマイナスの評価をされていると指摘されている。秀吉への心中を拒絶し、その結果滅ぼされたという結果から、情勢に疎い、意の中の蛙、己を過信したという楽輪を後世で押されてしまった。 現代では、結果論を根拠に、宇治政を暗具扱いするのは気の毒だという評価も生まれている。情勢に疎いの中の河津という評価に対しては、織田信長が武田を滅ぼし関東まで勢力を拡大してきた時の宇治政らの信長への対応を考慮すれば、的外れな批評であると反論されている。個人的には、家族思いの人物であったらしく、有能な弟たちと常に、 良好な関係を維持していたのみならず、愛妻家としても知られている。制裁の大場院員とは、武田の駿河信仰を機に離婚させられているが、宇治政本人は最後まで離婚を渋っており、宇治安の死の直後に武田と和睦した際には真っ先に、妻の遺骨をもらい受けて熱く葬っている。北条氏滅亡時の実験者とはいえ、父である宇治安の時代以上に勢力を拡大した、その知性や、 良好な関係の兄弟と協力し合い、良き進化に支えられて、合戦でも武功を挙げている点など、決して無能な武将というわけではない。秀吉に徹底抗戦したことについては、これまでは宇治政が無能であり、自流、及び、秀吉との圧倒的な国力の差を把握できていない、ことが原因という、宇治政の暗具な資質に原因を求める評価が、主流でった。一方で、 東国の武家は、源の頼朝以来中央政権から自立するような思考が強く、そうした東国武家社会の伝統性を徹底抗戦の根拠とする見解もある。また、最初から秀吉は北条氏を殲滅させるつもりであったという見解もある。黒田元樹は、東国武家社会の伝統性や、宇治政が暗愚であったことを徹底抗戦した根拠とするものに対して、 徳川、長宗我部島津と有力大名たちはおおむね豊臣秀吉と武力対決しており、早めに教順した上杉景勝と毛利輝元は、それ以前、織田政権と激しく争い追い詰められていたため、中央政権の強力さを知っていた、故教順したとして、当主の資質の優劣や、地方特有の伝統性などが原因ではなく、有力大名に普遍的にあるものこそが、 基盤にあるとして、これらの見解に反論している。その上で、島津氏や長我部氏は、本拠地が攻撃される前に降伏しており、本拠地まで攻撃される最終段階に至るまで交戦したために、北条氏は滅ぼされるのは当然であった、と指摘する。ゴミ頭を天皇の直線と伝えられる、州外36河川の32番に一種を取られている。 北条具志正の逸話は一般に知られているものの多くは否定的な印象を与えるもので後世の創作も多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。